ヨーエイハ春は台湾の国際政治学者、国立台湾大学教授、バージニア大学博士。専門は国際法、安全保障、日本研究、馬英級相当の外交政策、対日戦略のブレーンである。2008年5月、一時、許与海中日代表の後継に内定したと伝えられたが、結局、 中華民国総統府国家安全会議諮問委員に就いた。2011年5月、行政院新聞局長に就任。東京大学客員教授なども務め、日本語の著書もある。1997年末、台湾問題に関するタイムリーな情報を集積、発信する英文ウェブサイト、台湾セキュリティリサーチを開設し、今日まで運営している。 党派的に偏らず、バランスよく情報提供し、信頼情勢装置としての役割を果たすことを主眼としており、2000年には、世界的に権威のある、外交専門誌法ン・アフェアーズ氏から、中台安全保障問題に関する素晴らしい、情報源との評価を受けるまでになった。2008年6月、台湾問題の研究、啓蒙活動を理由に、世界平和研究所より第4回、 中曽根康弘賞を受賞。2008年9月、日本離島期ともの会の招きで、東京で講演。この中で、馬総統は、日本が台湾と民主主義の価値観を共有するパートナーであると認識しており、馬総統は、友批判派、地日派になりたいと強調して、日本の精神、文化、日本人の考え方等を理解しようとしていると説明している。 2009年5月、日本政府の在台湾窓口機関、交流協会の斉藤正樹代表が、台湾の地位は未確定という趣旨の発言をした際は、これに抗議を行った。要は、厳重な抗議を行った台湾外交部の勝利は、適切だった。日台交流に貢献した斉藤大使には感謝しているが、台湾の地位未定論は、斉藤氏個人の言論であり、 日本政府の立場とは異なると述べている。2011年には、産経新聞への寄稿の中で、中華人民共和国との和解と関係改善が、台湾の外交関係全般の改善にもつながるとの見解を表明した。ありがとうございます。